私がいるということは、今日来れないメンバーがいるということでございます。はい、ちょっとフミカの方がね、はい、はい、ね、娘さんの保育園がお休みということで、もう、ね、夏休みですから、はい、ですね、お休みをいただいております。ママは大変でございます。はい、また来週には復帰するかなと思いますので、はい、思いますので、はい、残りの精鋭メンバーで今日も頑張らせて自分で言うところがない。ユダハキリになりました。はい、今月はね、表に等身大パネルが出ておりました。8月は林浩二郎生誕祭月間でございますの、ね、8月の、ね、27日が林浩二郎の誕生日ですので、そうですか、8月はいっぱいちょっと生誕祭を行おうと思いまして、はい、フォトスポットをね、ちょっと表にご用意いたしまして、一緒に撮っていただいてね、はい、お化粧してバキッと決めてる林浩二郎と一緒に、はい、でもちょっとあれね、等身大パネルっていうにしてはちょっとだけなんか小さい気がするんですけど、ちょっとちっちゃいね。なんかね、顔はものすごくね、圧力があるんですけど。褒めてる、めっちゃ褒めてます。どうぞ一緒にね、何かの記念にまた撮っていただいて、はい、全世界に配信してくださいます。ありがとうございます。何か特別にお知らせは、はい、お知らせ、そうですね、8月残り、この林浩二郎の珍道園芸館は、はい、毎週開催で、そうですね、はい、今月は全部やります。8月31日まで決まっておりまして、はい、9月の開催もね、もうすでに決まっているんですけれど、はい、まだ日にちがちょっとまだはっきりしないということなので、また来週ぐらいにお知らせできたらなと、はい、思います。ちょっと暑い日が続いておりますけれども、はい、お気をつけてまたお越しくださいませ。はい、はい、そうですね、もうそろそろお時間かなと思うんですけど、そうですね、行きますか。はい、行きますか。準備できました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは本日も、はい、林浩二郎珍道園芸館始まりでございます。お願いします。Thank you.
ます、新聞屋さんの目を通して世の中の移り変わりを楽しく見ていこうという新聞演芸家、私が館長の林幸次郎でございます。ありがとうございます。昔の童謡でございます、これも北原白秋とかそんな感じで、野口無常、野口無常と、はい、あなかなか格調高いですね大正ロマンの歌でございます、はい、これもね、お客様からリクエストをいただいたもので、で今日その方がいらっしゃるかどうか別としてですね届くだろうということで、一応やることはやりましたよということで、ピンキーちゃんのアコーディオンとお歌でございます。ありがとうございます。さあ、お盆前にいたしましてですね、もうお休みの方も多いようでございますけども、まあ、夏に限らずね、今日はこの、まあ、夏の話題もあるんですけどね、今まで珍の屋さんを雇っていただいた方の物語、雇ったお店でね、例えばお肉屋さんの大将とかうどん屋さんの大将が、どうぞ我々にねこの曲をやってくれ、この曲をやってくれはいいんですけど、一日中この曲やってくれというね、結構あるんですよ。そのエピソードをね、今日はいくつかご紹介しようかなと思っております。まあ、20年も30年あるいは40年前の話かも分かりませんけども、その時代のちょっと空気が伝わるかも分かりません。さあ、スペシャルゲスト、世界で唯一ちんどん屋さんの伴奏で歌を歌うという青木美佳子さんでございます。はい、よろしくお願いします。今日も、黄緑色のお花がついて、ね、そうですね、黄色か黄色か、これパッとね、ひまわりかと思ったら違いますね、これ。ユリですね、赤く咲くのはユリの花とか言うて、白い赤く黄色かと言います。それから金魚のお殻のお水と、それから金魚じゃなかった、これは金魚で、金魚で帯留めは違った、帯留めは、はい、あの色をちょっとこれルビーって言うんですかね、サファリアぐらい、サファリアぐらいの詳しくないね何を言ってもボケが起こります。これでは奥さんに握られます。ありがとうございます。さあ、今回青木美佳子さんは、はい、特に今日の10日の日、はい、新しい CD の、はい、昔は盤を作ってレコーダーで売ったの、今は配信をスタートというね、ちょっとお話してくださいよ。はい、本日、配信がスタートです。で CD 自体は来月の9月7日リリースなんですけれども、なんと全世界各サイト配信ということで、はい、もう朝私自分でちょっとリール動画を作って、その時にもう自分の動画をダウンロード、ダウンロードも無料でできるんですね。はい、インスタも行けますし、それからフェイスブックなんかので、LINE もできると思いますので、ぜひ皆さんそれこそ無料なんですけども、ダウンロードして曲を使ってください。いろいろな曲が入ってますので、場面に合わせて使っていただいたら楽しいかと思いますので、よろしくお願いします。はい、その CD はね、普通だったら新曲で1曲2曲なんですけど、はい、全部で何曲入ってますか。今回は11曲11曲。でほとんど の, 方々、特に60歳以上の方がご存知の歌ばっかりです。懐かしい歌ばっかりを新しいアレンジでお届けします。今日もね、その中から 1,2 曲やろうと思ったんですけど、私たちの伴奏ではイメージが違いすぎるので、ものすごくね、おしゃれなジャズバージョンの伴奏になっておりますのでね、
どうぞご期待くださいませ。さあ、即売会は次回からやろうかなと思います。即売会というのはね、なぜかというと、その店頭販売、そこで先行販売、ね、先行販売先行販売でお盆やからお先行販売するんだろうって。またね、ちょっとプレゼントもその時にプレゼントしてますので、その時に、はい、確かね、お米かなんかをプレゼントしようかなと。お米になるか、タオルになるか、タオルかご飯をプレゼントしようという来週ね、ということで、それでは昔々のアイドルの歌でございます。この人は何ていう人でしたか。薬師丸ひろ子さんが歌ってヒットして映画にもなりました。この歌でございます。このまま何時間でも抱いていたいけれど、ただこのまま冷たい心温めたいけど、
実はこれもドキドキしながら歌っています。私も初めて吹きました。吹いたですよね、新曲で。楽譜を置いておりましたけど、はい、ほとんど老眼で見えなかったです。いいね、なんといい老眼をかけないと度数があって、もしかして100均で同じ100円でもね、度数が合ってたよう見えるんです。100円で買い出したんですね。度数がちょっと 0.5 違ったんです。昔のね、ちょっと前に買ったやつ、1000円を買って1000円だったと聞かないと良かった。ありがとうございます。はい、コラペとも良かったです。そうですか、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いろんな役をっていただける方の中で、あの印象に残っておりますのが、私が初期の頃、多分1982年ぐらいだったと思いますけどね、これは雑誌の取材の方も新聞にも載ったんじゃないかと思うんで、当時で、阪急の電車の岡町というところがあるんです、はい、駅から降りましてツツツッと行きますと商店街、岡町の商店街の中に、阪急オアシスというスーパーマーケットがあるんですね、当時としたらもうすごいね、おしゃれな感じだったんですけど、そこの中に、お肉屋さんの開店、これは初めてお肉屋さんの開店、非常に景気が良かった。もうお店開くと同時にですね、もう開くと同時に、私らがお店に着くと同時にいろいろご祝儀をいただいた。もうついてすぐ、もうついてすぐ、もうそのお店の大将というのはね、今から思うとひょっとしたらね、一世一代の銀行から融資を受けたり、あるいは貯金を全部はたいたりして、阪急オアシスの中に、高級なお肉屋さんをポンと出した、うん、でここでガーンと売らなきゃいけない。もうそこら中にお肉屋さんだらけあるわけよ、商店街だから、ね、それにも対抗してという、肉の変わったなという川棚さんというね、名前まで覚えておいて、すごいですね。でその方がですよ、で何でも珍道屋でパーッと、その当時にぎやかな曲とかお店の中でやって、阪急オアシスの中も回ってビラも配って、商店街に出て呼び止められたんで、なんで呼び止められたかというと、もうその肉の川棚の大将は今その昔ヒットした、そのご存知、氷雨という曲があるんですよ。飲ませてください、もう少し、その歌にハマってらっしゃったんです。だから何でもいいから、もう今日は一日中この氷雨を演奏して回ってくれと。ほんでもうシャネが、分かりました分かりましたって言って、まあ、やらないことはないので、あちこちでヒット曲やってましたから、ほんでその大将が見送るとこをですね、氷雨をタタ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 って言ってやって、しばらくあの店から離れたところで、もうええやろって言ってね、違う曲やって、ほんでまたぐるっと回ってると、お店の大将が現れて、ひさめやってるやんね。あ、わかりました、ひさめやりますって言って、ダダダダダダ。ほんでそんなことをね、一日やってたよ。ほんで店内に回る時もね、このひさめをやらなきゃいけど、なんとなくね、こう夜のムードで、あ、いらっしゃいいらっしゃい、どうぞどうぞとかいう感じで、ダダダダダダ。ちょっとね、昼間の市場の雰囲気と違うし、困ったなと思って、それでちょっと串井さん、まあ、リズムを変えたらいいんじゃないかと、もう本当に浅知恵でございますけども、それでもこの大将はですね、リズムを変えても一生踊ってました。好きだよね、やっぱりね。で、そのお肉屋さんは今はありませんけど、それではその久めを最初、ムードたっぷりにやってて、途中からね、その塾原さんが非常にこできなかった機能を一夜漬けで勉強して、やっとなんとなく取れるようになりました。これをリズム変えます。
リズム変わってちょっとサビをちょっと忘れてたんだけど、なんとかごまかしました。もう塾原ちゃんね、みなみちゃんね、昨日特訓したおかげで、だいぶ良くなりました。今まで3年間これをね、教え損なった。これさえ教えた、あとはどん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 バリエーションついていきますので、リズム感でメトロノームがあって、チャッ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 、意外と難しいんですこれね。日本人にはなかなか難しい。でもだいぶ習得しました。あなたも大人になってきました。ありがとうございます。はい、それでは、再び青木美香子さんのお歌でございますけども、曲は大ちゃん和代歌。これもね、もうだいたい僕らぐらいの人間は子供の時みんな知ってたんです。ところがね、僕勉強ばっかりしてたもんですからね、田舎っぺ大将というアニメがあって、大ちゃん和代歌、これは天童よしみさんです。天童よしみさん、一つ人より近く。それはさっきおかしかったです。さっきこれ見てたのセーラー服の機関銃の時に大ちゃんも見ありませんよ。なんかおかしなの。それでは大ちゃん和代歌。私が前におりました、大阪の飛田にあります青空宣伝社、あそこのね、はい、私が世話になった、今から42年前に76、7歳だった社長、はい、あの人が天童よしみさん可愛がってね、もうお子さんの頃、もうちょっとちっちゃい頃、まだのど自慢で優勝した時の頃、ほんでいろんな大阪中の市場とか、そういうところで開店とか売り出しの時にビールのケースでこう舞台を作って、はい、で天童よしみ、本当に生バンドも発見してた。すごい。生バンドでうちの青空宣伝社の近くにね、アイノスというキャバレーがあって、いい名前ですね。そこの夜働いてるバンドマンの昼間来さして、ほんでそれから盆踊りの時も、飛田の遊郭の中の盆踊りでも天童よしみちゃん、
聞きたかったな。こんなにね、大ヒット歌手になるとは誰も思わなかった。お会いされたんですか？僕はその時いなかった。さすがにいなかった。そういうことで、まあ縁がついたのかもしれませんけど、まあ大ちゃん、風邪でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、もういろんなところにお店だけじゃなくてね、まあ、最近でもスポーツクラブといいますか、一緒体を鍛えるといいますか健康のためになんて言うんですかあれ ジムですね、ジム。それでたまたま行ったのがこれももうだいぶ30年も昔ですけど痛みの方でスイミングスクール、スイミングスクールの会員を募集しようっていうので、ほんで我々に声がかかって、なんかもう絶対これは鎮魂屋で、痛み中を回って、車マイクロバスがあって乗ったり降りたり乗ったり降りたりしながら、ほんで会員を募集する。でもちろん鎮魂屋さんだけじゃなくて、そのオープンするそのスイミングスクールのこのインストラクターのお姉さん、綺麗なお姉さんがいっぱいいました。まあ、5、6人お姉さんがついてくるんですよ、一緒にバスに乗って、もう若くて綺麗なお姉さんがチンドン屋と一緒に、まあ、ジャージを着てですね、そのスイミングスクールの上下のジャージを着て、水着じゃない、水着で行くわけにはいかないです。ほんで今会員になったお得ですよ、こんな安い値段で1ヶ月泳ぎ放題ですよという、いろんなこうパンフレットも配るんですけど、そこの所長さんがね、チンドン屋さん呼ぶにあたってね、自分は小さい時によくチンドン屋さんを見たんだと、その時にやってたのがこの昔の春日八郎さんのおとみさんをやってたと、おとみさんでスイミングスクールの宣伝をする。でへえっと若いお姉さん誰もそんなおとみさんなんか曲知らないわけや。ほんでこの他に何ぼでも曲ありますよって言って、いやーおとみさんやないとあかんって言って一日中おとみさんをしたわけでございます。で後ろを振り向いたらインストラクターのお姉さんがそういうなんとか板を持ってアンケートを取ったりとか、あっての板をパチンとするやつ、それを持ってこうやってトロトロ、こんなにお前らも踊れとか言ってる、ね、綺麗な若いお姉さんこういう小さながこんなことやってるし、やっぱりずっと一日このリズムでは飽きが来たらあかんというので、ちょっと賑やかな女自分にちょっと三番調にしたことあるやん。この後のコーナーはいつもだったらふみかちゃんが踊るんですけど、今日はちょっとね都合が悪くて来れません。その代わりですね、もっと素晴らしいかもわからない、なんとねフィンランドの音楽をやる、なんというフィンランドのポルカ、フィンランドのポルカ、さっきやるべんポルカ、先にやるべん先にお弁当やる、さっきやった勉強のポルカ、さっきやる勉ポルカというフィンランドの曲を一生懸命
財布してなぜこういうことをやったかというと、今度いつですかね、21日の日曜日に谷六にあります伝というね、昔の町屋を改造した複合ショップが、そこのお祭りで北欧フェア、北ヨーロッパのフェアや、その時に、なんや、ベルギーじゃなくてデンマークのね、いろいろバザーやるので、それでこういうことをやってみませんかと言われてね、我々もやるんですけど、そのためにお勉強したので、ついでにここで披露しようと。フィンランドの、サッキヤルベンポルカ。長介さんがなんとか少年少女合唱団でこんな学校じゃなくてですね、たまたま私の長男が、ずっとこの間去年ぐらいから、海外青年協力隊というので、アフリカのね、北アフリカのチェニジアというところに行っておりまして、ほんで、まあ、半年以上経ったんですけども、ちょっとまあ友達の結婚式に出たいというので、ちょっと一時帰国して、でまた行くんです、もうお盆の前にね。昨日会いましたら、こういうお土産ですって言ってね、普通こんなお土産お父さんに買いませんよ、これこんなもろってもどこできるんやっていうね、ですけど
私の場合はこれ切るところがあるだろうということで、非常に涼しいです。ね、またこれ何にも着ようかなと思っておりますけども、もう一つのね、この曲をやってくれ。今度はね、京阪電車のね、郡園というところがありますね。郡園、あの辺りは自動車教習所じゃないわ、試験場があったりするの、もうちょっと先にね。郡園には何や、神社があって、我々がよく行くんです。そこからバスに乗って、で、まあ、その郡園なんですけど、住宅地の中に、焼き鳥屋さん、これはね、もうこれも30年以上前に行ったんですけど、大体は建築事務所、土建屋さんをやってらっしゃった社長が、自分の趣味も兼ねて、で結構大きな焼き鳥屋さんを、まるでね、一個のその大きなお家、庭付きのお家を全部焼き鳥屋さんにして、庭があって屋敷の中を全部焼き鳥屋で、自分はそれ工務店やから、そのやりたい放題というか好きなようにできるんですよ。もう豪華な、まあ頑固実さんがよく、ね、民家を改造してやってます。あれをまあ小ぶりにしたような感じで焼き鳥屋さん、名前も覚えておりまして、鶴の宿で、鶴の宿、やっぱり縁起を担いだようですよ。鶴亀、鶴亀 でその鶴がやってくる、鶴は千年、そういう宿だということで、ほんで鎮の屋さんを雇う。ほんでその佐藤はね、鎮の屋さん雇うだけじゃなくて、しょっちゅう電話がかかってくるんですよ、その開店の日までに。で、人もね、開店の時にはね、この曲をやってほしいなと。それからいろいろ最近は自分の趣味でね、花房の国によく行くんだとか、花房の国言ったら、ひょっとしたら英国ですか言ったら、英国は英国、わしはそれは花房の国といって、阿倍野の万代池の横にある建物があって、それがイギリスの大使館だと思って通ってるんだとか言って、英国館言うでラブホテルがあるんですそんな知らない、そんなね、思いついたようにそんな、ね、電話かかってくるわ、ね。で結局ちょっと書いてるのに、宣伝して、お客さんも、まあ工務店の関係者もいっぱい来たんでしょう。でも満杯になるんですけど、帰ろうかなと思ったら、まあまあ、そのとにかく店の中でこれをやってくれ、やってですよ。ほんでその大将も大体こう踊って、店内をずっと鎮前と一緒に踊ってでやっておりましたけどね。もうこの店ね、で私たちもいっぱい飲ましていただいて大変だったんですけど、そのお店も今はありませんけどね思い出の中で炭鉱あっでございます。その大将今どうしてるでございましょうか。まあ温度で言いますとね、もう近づきは8月15日にもう30年ぐらい毎年自宅の盆踊りに呼ばれたのが福知山で、私は覚えたくなくても、覚えてしまったのが福知山温度というやつでございますけども、これを F マイナーでね、ちょっと出だしね、これね、明智光秀さんにちょっとゆかりがあって、もういわゆる歴史物語では明智光秀は本能寺の変を起こして大変なその反逆をした人になりますけど、福知山あたりに行きますと本当に素晴らしい殿さんだったと、いまだに温度の中でも言われるからね、ちょっと福知福福知
踊ってしまいましたが、どんなお話でございましょうね、あんた。今日はね、楽しい楽しい日でございますよ。そうですか、ね、私はこんな格好やから、どうしてもノリが悪かったんですけどね。いえいえ、もうね。どんな話です？はい、今日はですね、みんなを招いての宴会の日でございます。宴会がございますか。もう陽気に、わっとやろう言うて、私もたーんとお酒が飲めると思って、今日の日を心待ちにしてたんですよ。そうですか、はい、あなたもお酒が飲めるんですね。お酒飲めます、大好きでございます。そうですか。のところがですね、今日はなんとお酒を温めて熱燗にする役目、燗の番を言いつけてしもたんでございます。あ、そうですか。大きなこの金だらみたいにこう、はい、お調子を入れたりしてね、はい、それはそれで重要な役目やから、このしっかりやってもらわなきませんよ、勘の係を。はい、うん、もうこれはお酒を飲んでるどころではないし、私は勘の番なんて一遍もしたことはございませんのでね、ちっとも加減がわからんのです。そうですね、私もよく京都のね、はい、おでん屋さんでアルバイトをしてる時に、はい、お客さんに熱燗って言われて出されて、熱すぎるとかね、はい、これがぬるすぎるとか、いろいろ怒られたもんでございますけども。あなたもそうでしたか。はい、でもね、熱燗の係をすると、燗の係をすると、この香りを嗅いでるだけでいい気分になりますから、頑張ってくださいよ。頑張らないですかね。うん、まあそれでもね、やっぱりあなたのようにちっとも加減がわからへんで、さっきから。暑すぎたりぬるすぎたりでみんなの笑いものになって話さけない話ですねんや。そうですか、もうちょっとしっかりやってもらわな困りますね、あんたも。まあそんな困難しておりましたらね、ここの中井さんが見かねて教えてくれたのには。えらい親切な中井さんがおりましたね。どうしたの？はい、教えてくれたのには、お調子の底に手をやってみると、こういうのはすぐ分かると、こう言うておる。ああ、なるほど。お調子のね、首のところでは温度が分からないけど、こう底のくぼんだところに手を指を当てると、はい、温度が分かりやすい、はい、なるほど。中井さんはよう知恵がございますね。でもそんなんね、本当にそんなんで全体のが分かるかと思って、私ちょっと疑わしいなと思ってやってみたんです。お、やってみましたか。そしたらですね、なるほどなるほど、すぐに分かるんでございます。ちょっとここあなたにもね、教えてあげますね、せっかくやから。はい、はい、まあ、こうやってお調子を持ち上げて、はい、お調子を持ち上げて、はい、持ち上げて、こうやってそこに手をやったら、はい、そこに手をやる、はい、はい、お酒の温度が分かるんですよ。なるほどなるほど、はい、この心地が良い心地が、はい、ああなるほど、こんな温度やと、はい、うん、こんな温度やと分かるんです、うん。まあ、これよく考えたら昔からよく言うあの話かもしれないですね。お、昔から何か言い伝えがございますか。はい、こう思って知る、あ、酒の温度。こう思って知る酒の温度、はい、こう思って知る酒の温度、酒の、ちょっとあんたね、それはあんたの勘違いや。え、何ですって。昔の言い伝えで言うと、こう思って知る酒の温度じゃなくて、こう思って知る親の恩や。あ、ちょっと違うかったかな。えらい違いやがな、もうまたほんまに何をやってることか、もう、もう何でもいいから笛を吹いたらいいんじゃないの。もう持ってきた、はい、持ってきました、よいしょ。Thank you.
青木美香子さんはね、はい、もう3年ぶりぐらいです。そうですね、3年ぶりでございます。盆踊り、盆踊りの矢倉のです。ようやく今年久しぶりに港区の方で、はい、あのベータワー、弁天町のベータワーの2階の大きな広場で、はい、河内屋菊水丸師匠の前座で歌わせていただきます。早い時間、6時半から8月16日でございます。8月16日、はい、あの会場は非常に安いお値段でビールも売ってたり、そうですね、たこ焼きも売ってたり、はい、また青木美香子さんを見かけたら声かけたら何かプレゼントしてくれる。ビールいっぱいとかほんまにフランクフルト1本とか矢倉の上で私の太鼓叩いたりやっております。よろしくお願いします。6時ぐらいね、6時半ぐらい、6時半ぐらいで、はい、それでは幕を閉めるとこでございます。今日はね、ちょっと沖縄系の音です。